いない。いない。ここにもいない。たっく。ご主人、ひまわりの花は店先に配置するということでいいだろうか。ええ。お店の片付けを手伝ってくれてありがとうね。ようやく様になってきたな。明日からは普通に店を開けるぞ。これもあなたたちのおかげよ。ありがとう。ご主人、浮かない顔をされているが、何か心配なことでも？お店は元通りになっても、きっとお客さんはそうはいかないから。魔獣がこの町を襲ってから、だんだん人が減っているのよ。それは…ま、不思議じゃねえな。魔獣を俺らが退治したとはいえ、住民に恐怖心が生まれるのは必然だ。少しでも安全と思われる場所に行きたいか、わからなくはない。私はこの町を離れる気はないけど、寂しいものよね。今町はみんなが落ち込んでる。花をめでようなんて人もいるかどうか。ご主人、大丈夫だ。きっと何か手が。それなら祭りだ。あ、誰だ、いきなり。悪いな、話に割り込んで。私はナッツ、旅の祭り職人だ。祭り職人？祭り職人は祭りの企画、立ち上げ、運営を全部担う職人のことさ。いや、そういうことじゃなくてよ。なんでいきなり祭りなんだ？決まってんだろ。祭りをドーンと開いて街が明るくなれば、人の心も明るくなるってもんだ。そういうものか。ああ、私は祭りで盛り上がって元気になった街をいっぱい見てきたからな。この町でもでっかい祭りを開いて盛り上げていけばまるっと解決だ。それにしてもこの店の花はいいな。これを使ってオブジェを作れば祭りのシンボルになるかもしれねえ。おいおい、一人で突っ走りすぎじゃねえか。お前一人が盛り上がっても祭りはできねえだろう。そりゃそうさ。祭りを盛り上げるには町の人の協力が何より大切だけど、いろんな人に協力してもらうには私が熱意を見せなきゃだろ。まずやってやるって気持ちが必要なんだよ。悪くねえな。そういう考え方俺は好きだぜ。ああ、何事も勇気を持って踏み出すことが大切だからな。へへ、おだてたって何にも出やしねえぞ。でもありがとな。なあばあちゃん、絶対私がこの町を元気にしてみせっから。だからばあちゃんも諦めんな。そうかい、ありがとう。お祭りの時はうちの花を使っておくれ。サンキュー。さーて、善は急げだ。まずは蝶々に梨でもつけてくっか。おいおい、
あんたらいつまで私にくっついてくるつもりだ。いや、何、見たところこの町に来たばっかりってところだろ。だから町長のところまで案内してやろうと思ってさ。お、いいのか、悪いな。いいってことよ。お前のことは気に入ったし、祭りには興味もあるしな。それにしても何か用事があってこの町に来たんじゃないのか。ああそうだった、旅の途中で相方とはぐれちまって。この町にいるっぽいんだが、なかなか見つからなくて困ってたんだ。え、いいのか、探さなくて。大丈夫大丈夫、祭りの準備をしてりゃ絶対どっかで合流できるさ。どういうことだ。そいつも私と同じ祭り職人でね、この町の状況を放っておくわけねえよ。あっちもあっちで町を元気づけるため祭りを起こそうとしてんだろ。そこまで断言するとは、すごい信頼関係だな。信頼っつうか、ただの祭りバカ。祭りバカ。そう、私もあいつも祭りの力を信じてんだよ。どんなに沈んだ町でも祭りで盛り上げることができるってな。そうでなけりゃ祭り職人なんて名乗る資格もねえよ。ますます気に入ったぜ。よっしゃ、俺らの大将を紹介させてくれ。お？お、王子じゃねえか、ちょうどいい。あいつか、紹介したいやつって。ヤテンだ。おいヤテン、今までどこにいやがった。ん、ああ夏か、ちょうどいい、次の仕事だ。この町で祭りをやるぞ。え？え？なんでてめえが同じことを。俺はこっちのセリフだっつーの。ま、お互い考えることは一緒ってか。なら話が早えじゃねえか。俺も町長から依頼を受けたとこだ。ナイスやてん。最高の祭りを見せてやろうぜ。君もやてんと同じ祭り職人なのか。ぜひ俺からもお願いするよ。この町を元気にしてほしい。はたぼうよ。私はナッツ、よろしくな。おクラウ、どうしたんだ、そんなところでぼーっとして。やることがないんです。私が起きた時には掃除も洗濯も食事の用意も全部終わっていて。え、どういうこと。ナッツさんが全部終わらせていたんです。ナッツが。ええ、今も率先してお皿洗いを。あ、クラウ、皿洗い終わったぜ。他にやることはないか。え、いえ、もう特には。そうか。お、窓が汚れてるじゃねえか、私が拭いとくな。え、いえ、いいですよ、私がやっておきますから。まあまあ遠慮すんなって、こっちとら世話になってんだから、これくらいは当然の恩返しさ。はあ、ありがとうございます。
ナッツさんは働き者なんですね。祭りの運営してる時はずっと動き回ってるからな。何かしてねえと落ち着かねえんだ。祭りの運営って大変そうだもんな。大変は大変だけど苦じゃないさ。私が好きでやってることだし。そうだなあ、後で面貸してくんねえか。え、面貸す？上品な王子様にはわかんねえか。ちょっと私と一緒に来てくれってことさ。盛大な祭りのためにちょっとな。そんじゃ祭り当日は屋台よろしくな。おう、腕によりをかけてパンを焼くから楽しみにしてな。いやあんたがいると屋台出店の交渉がスムーズに進んでいいわ。さすが第七王子。ありがとう。でも俺何もしてないような。説明は全部ナッツがしてるし、俺は協力してほしいって一緒に頼んでるだけだし。それが大事なんだよ。え？結局祭りってのはその土地のもんだ。いくら私らが頑張っても土地の人の協力がなけりゃ何もできねえ。それでこうやって交渉して回ってるのか。そういうこと。いつもは話を聞いてもらうまでが大変なんだけど、町で評判のいいあんたと一緒ならみんな耳を傾けてくれるってわけ。なるほど、だから俺を連れてきたんだな。そうそう、あんたのおかげで協力者集めがはかどるのさ。感謝してるよ。じゃあ次行くか。どうしてもダメか。ああ、うちにそんな余裕はないんだ。協力ったってタダじゃない。屋台の利益の想定は説明したろ。それに祭りで町が盛り上がればその後の商売にだって。俺からもお願いする。祭りに協力してもらえないか。いくら第七王子の頼みとは言ってもこっちも事情ってもんがあるんだ。祭りの準備をする間この店はどうする？その時に落ちた売り上げは？王子様みたいな人には分からんかもしれんが、俺らが一日の飯にありつくためには一日働かなきゃならん。余計なことに関わってる暇はない。野の者とも山の者とも知れない祭りの協力なんて無茶だ。そっか、残念だけど仕方ねえ。邪魔したな。いいのか、夏。無理強いするわけにはいかねえよ。強引にやらせたところで。ん？あなた、川の船が流されてるわ。なんだって？早く止めないと。無理よ。気づいた時にはだいぶ流されてて。そんな、明日からの仕入れをどうすりゃいいんだ。ナッツ、どこに？決まってんだろ、船を取り戻さねえと。あ、川に飛び込んだ。嘘だろ、本当に船を取り戻してきた。無事だからよかったけど、いきなり川に飛び込むなんて無茶だよ。やる前から無茶かどうかなんてわからねえだろ。それにしてもあんた、俺は祭りへの協力を断ったんだぞ。それなのにどうして。それとこれとは話が別さ。私らは町を元気にするために祭りを開くんだ。
祭りに協力してくれないからって人の不幸を喜ぶような玉なら祭り職人なんざやっちゃいねえよ。ねえあなた。ああそうだな。なあ、あんた。今更だが、うちも祭りに協力させてもらっていいかい？もちろんさ。でも、本当にいいのか？あんたを見習おうと思ってな。お？私よ？やる前から無茶かどうかはわからない。だろ？じゃあ。ああ自慢の魚料理を振る舞わせてもらうよ。よっしゃありがとう。恩に着るぜ。よかったなナッツ。ナッツは俺のおかげで協力者集めがはかどるって言ってたけど、協力者が増えるのはナッツの一生懸命さのおかげなんだろうな。この調子で祭りを盛り上げていくぞ。なんだてめえ、よそ者が何しに来やがった。ここは寂れた村だな。見りゃわかんだろ、ここには何にもねえ。女神に見捨てられた村なんて言われてな、あるのは絶望だけだ。そうか。でもそいつも今日で終わりだ。はあ？俺がこの村を変えてやる。ほらヤーテン、さっさと起き上がれ。まあ、あと少しだけ。つうか急に布団剥ぎとんな。そう言って起きるのが昼になんだろ。さっさと起きて飯を食う。朝っぱらからイライラしてんのよ。小魚食え小魚。バカなこと言ってねえで、さっさと準備しやがれってんだ。いいえい、あったよ。ったく、夢では偉そうなこと言ってたくせに、現実じゃこれだからな。ねえみだる、寝て。おはよう、やて。今朝も派手に起こされてたな。ほら、朝が苦手なんだよ。クラウ、なんかやることはないか？ありがとうございます。でも大丈夫ですよ、ナッツさんも少しはゆっくりしてください。逆にナッツは朝から元気だな。こちらとしては助かってるが。お前らよくそんな正反対な性格で一緒にやれてるよな。てめえでもそう思う。いつまでもダラダラしてんじゃねえよ。今日はみこしを仕上げるんじゃなかったのか？といけねえ。そうだった。ほら急にシャキッとした。こうしちゃいられねえ。飯食ったら現場で仕上げと最終確認だ。夜店は本当に極端だな。祭りのことになると本気を出しますよね、別人みたいに。俺は祭りの時以外は動かねえと心に決めてんだ。んなこと威張るな。ほら飯食い終わったなら現場行くぞ。ナッツ、お疲れ様。差し入れに来たぞ。ああ、エルフィリスか。悪いな。あれ、ヤテンは？
一緒じゃないのか。どっかで屋台の進捗確認でもしてんじゃねえか。こっちは私一人でできる作業だからな。夜店がサボってるとは思わないんだな。あいつが祭りをサボるようなやつなら私はここにいねえよ。え、どういうことだ。私が生まれた村はさ、女神に見捨てられた村って言われるような村だったんだ。貧しすぎて教会すら立ちやしねえ。そんな村で生まれて親に捨てられた。親に捨てられ、では慈善院に。教会すらない村にそんなもんがあるかよ。てめえの身はてめえで守れ、それが村の掟だった。みんな自分のことで精一杯、他人を気にかける余裕もねえ。私だってガキ一人で生きていくためにいろいろやった。人に言えないような汚えこともな。そんな生活に嫌気がさしてた時にあいつはふらっとやってきやがった。俺がこの村を変えてやる。この村に必要なのはでっかい祭りだ。唐突にそんなことを言い出しやがったのさ。まさか祭りで村を変えたのか。そう簡単なもんでもなかったけどな。最初は誰もあんな奴の言うことなんざ聞きゃしなかった。当然私も。でもあいつは村人たちを前にこう言った。女神に見捨てられたんならちょうどいい。女神様の元じゃできねえような派手な祭りをしてやろうぜってな。女神の元じゃできない。聖騎士様の前で言うことじゃなかったかもな。だけど私は話を聞いてるうちに思っちまったんだ。そいつは面白そうだって。私だけじゃねえ、村の連中も夜店のペースに飲まれて、気づいたら村中総出で祭りの準備をしてた。今でも覚えてる、初めて見た村の連中の笑顔をさ。ナッツの故郷はその後どうなったんだ。聞いて驚け、夜店の祭りが名物になってなんと町になっちまったんだ。女神に見捨てられた村がとんだ大出世だろ。それはすごい、祭りにはそんな力があるんだな。だろ、世界が輝くってまさにこのことだ。こいつについていけば私の世界も変わるかもしれねえ。気づけばあいつの後を追って村を出てたよ。散々嫌がられたけど押しかけで知ってところだな。そうだったのか。しかし肝心の師匠があれでは苦労するだろう。そうだな。けどまあ仕方ねえ、惚れた弱みってやつさ。惚れ、あ、なんか勘違いしてんな。私が惚れたのはあいつの祭りさ。ほら見てくれよ、この神輿飾り、夜店が何日もかけて作ったんだ。立派な飾りだな。それでいてなんて繊細なデザイン。それにどこかで見たことがあるような。この町の伝統工芸をヒントにしてデザインしたんだと。祭りは地元のもんだ、その土地のものを盛り込まなきゃいけねえってのがあいつの持論なんだとさ。なるほど、確かに
夜店の祭りにかける情熱はすごいな。ほんとどうしようもねえぐうたら野郎だけど、あいつの祭りが好きだから成功させるためにこっちも全力投球するさ。私も祭り当日が楽しみになってきたよ。任せとけ、絶対エルフィリスも私らの祭りに惚れさせてやんよ。いよいよ祭り当日か。うわー、すごい盛り上がってるね。今まで準備お疲れ様。祭りは大成功だな。ほっと、ねぎらうのはまだ早いぜ、王子。祭り職人の仕事はこっからが本番だ。え、そうなの？祭りってのは楽しいもんだ。それに人が大勢集まる。そうしたらどうなると思う？何かしらトラブルが起きるんだよ。迷子、スリ、そりゃあいろいろな。そういったトラブルを片付けていくのも俺らの仕事だ。だ、大変だ！ほーら、来やがった。どうしたんだ？みこしの飾りが盗まれてんだ。何？飾りって、夜店が作ったあの金の飾りか？ああ、町の奴らも気に入ってたってのに。か、まだ神輿を出すまでに時間はある。何としても取り戻さねえと。バカ言え、あんたには祭りを取り仕切る役目があんだろう。ここは私に任せな。やれんのか？やる前に無茶とは決めつけたくねえ。頑張ったけど無理でしたなんてセリフは聞かねえからな。おいや、俺も手伝うよ。私も空から探してみる。サンキュー。じゃあ行くか。こっちだな。さっきから迷いなく進んでくけど、どうしてわかるんだ、ナッツ？こっちとら荒れた村の出だ。ならず者の考えそうなことくらいわかる。今、この町は祭りでごった返してるけど、この辺は子供向けの催しばかりだからガキが多いだろ。あの手の輩はガキを舐め切ってるから、逃げ道に使うならこっちの道だ。なるほど。お、ちょうどいいところに。なあ、そこの嬢ちゃん。え？私？ちょっと聞きたいんだけどよ。こんくらいの大きさの包みを抱えたやつを見なかったか？あ、知ってる！あっちの方に行ったよ。サンキュー、助かったぜ。ねえ、お姉ちゃん、お祭りの人でしょ？何かあったの？なーに、ちょっとした催し物の準備さ。楽しみに待ってな。私はあっちを探す。あんたはそっちを頼む。ああ、わかった。急ごう。祭り様々だな。これで大儲けだぜ。見ろよこれ、全部金でできてやがる。みんな祭りで浮かれてやがる。こんなに盗みがはかどる日もねえ。なるほど、犯人はてめえらか。誰だ？ようやく見つけたぜ。手間かけさせやがって。おとなしく神輿飾りを返しな。し
素直に「はいそうですか」と返すやつがいるかよ。つらかるぞ。待ちやがれ。引き離したみてえだな。逃げ足なら負けやしねえぜ。おっ、なんだ。あっ、飾りが。おい、大事な金づるを落としてんじゃねえ。さっさと拾え。分かってるけど、このガキが。それはお祭りのお姉ちゃんが探してたやつでしょ。返してよ。ガキが突き上がりやがって、痛え目に遭いたいみてえだな。ほっと、そこまでだ。みこし飾りは返してもらったぜ。しまった。お手柄だな、嬢ちゃん。さ、こっちに来るんだ。させるかよ。おい、ガキをとっ捕まえて何の真似だ。おっと、動くなよ。このガキを助けたけりゃ飾りを渡せ。お姉ちゃん、汚ねえ野郎め。汚くったって何でもやるさ、目的を果たすためならな。何でもか。そうだな、私も何でもやってたな。いいぜ、飾りはてめえらにくれてやる。素直じゃねえか。ほら、さっさとよこせ。そら、受け取りやがれ。な、こいつ飾りをぶん投げやがった。受け止めろ。壊すんじゃねえぞ。突きやり。今の声は…って…ああ、みこし飾りが空から。お、王子、ナイスキャッチ。ジョーちゃん、もう大丈夫だぞ。怖かったな。うん、ありがとう、お姉ちゃん。ナツ、これは…何があったんだ。そうだったのか。ナッツもその子も無事でよかった。早めに駆けつけられなくてごめん。いいっていいって、あんたは飾りを助けてくれたし。タイミング良くてよかったよ。それにしても飾りを投げるなんて思い切ったな。みこしに大事なパーツなんだろう。そりゃあな、確かにみこしは祭りの主役だ。でもな、せっかくの主役も楽しんでくれるやつがいねえと意味がねえ。祭りは楽しむ人あってこそ。泣いてるやつがいいのに祭りは続けられねえよ。お姉ちゃん、この飾りおみこしのなの？ん？そうだぜ。こいつをつけたみこしはかっこいいって。うわ、早くみこしのとこに戻らねえと。おじ、この嬢ちゃん任せていいか。ああ、もちろんだ。あの、お姉ちゃん、私おみこし楽しみにしてるね。ああ、期待して待ってろ。ギリギリだったがよく間に合ったな。あたぼうよ、あたしを誰だと思ってんだい。そんじゃ準備もできたし、町を練り歩くか。せーの、わっしょいわっしょい。
やっぱり提灯に祭り囃子ってのはおつだね。あ、見つけた。ナッツ、こんなところにいたのか。お、王子、どうした？はい、屋台の料理。ナッツ、ずっと運営で走り回ってて、休む暇なかっただろ。王子、サンキュー。あ、これ、魚屋のおっちゃんのとこのか？うまい、最高だな。ああ、屋台もすごく好評だったよ。そりゃあよかった。軽くしか挨拶に行けなかったからな。そうだ、あんたは祭り楽しめたか？もちろん、すっごく楽しかったよ。美味しい屋台がいっぱい出てて。そうだ、花のオブジェも綺麗だったな。あれな、花屋のばあちゃん自慢の花だからな。たくさんの人に見てもらえたみたいでよかった。花屋のおばあさんも喜んでたよ。いや、おばあさんだけじゃない。町の人たちみんなが笑ってた。この町がこんなに元気になるなんて。祭りの力ってすげえだろ。なあなあ、祭りで何が一番気に入った？そうだな、やっぱり神輿がすごかったかな。とてもかっこよかったよ。王子、あんた目のつけどころ最高。神輿っていいよな。私が祭りに惚れたのも神輿がきっかけなんだよ。そうなのか？一目惚れだったよ。担ぐ側も見る側も活気があって、みんなが一つになるって感じがしてさ。バラバラな方向を見てた奴らの心をこうギューッと掴んで、すげーって思ったもんだ。確かに町中の人の視線を集めていたな。まさに祭りの主役だ。だろ？ナッツは神輿が大好きなんだな。あたぼうよ。だから私は祭り職人の仕事の中でも神輿の先導役が一番好きなんだ。神輿を守りながら導いて、祭りの活気を振りまいて、みんなで一緒に掛け声を響かせるあの瞬間、止まらないよ。すごい賑わいだったよな。無事に担ぎ出せてよかった。神輿か。俺も神輿みたいなものかもな。あ、何言ってんだ？国とか王族とかは、みんなに担いでもらってるからさ。はあ、なるほどな。でもちょっと違う気もするけど、確かに私らは国って神輿を担いでる。でもあんたは担がれてるだけじゃないだろ。え、そうかな。みんなを守って導こうとしてっから、どっちかって言うとあんたは先導役さ。先導役、そうか。でもだとしたら、俺はまだまだ未熟な先導役だ。先導するにしても迷うこともある。夏みたいな先導役には程遠いよ。そんなん言ったら私もだって内心迷ってばかりさ。え、ナッツも？ああ、でも祭り本番ではんなこと言ってらんねえからな。いつだってその時の全力をぶつけるのさ。で、反省の繰り返し。高みってもんは目指したらきりないよ、ほんと。でも好きだからやめられない。あんたはどうなんだ？俺も同じだ。この国と民たちが大好きだ。そうだよな、たとえ未熟でも
全力でぶつかるしかないんだよな。いい顔で笑うじゃん。あ、そうだ、いいこと考えた。最高の先導役に絶対なるって互いに誓おうぜ。え、誓う？高みを目指すにしても同じ目標を持つ仲間がいた方が燃えるだろ。互いに最高の先導役になる。先導役同士の約束だ。そういうことなら喜んで。夏、君に誓うよ。俺は必ずこの国にふさわしい最高の先導役になる。私もだ。どんな町もてめえが導く神輿で盛り上げられる。そんな先導役に必ずなる。じゃあ景気づけに掛け声言っとくか。ああ、せーの、わっしょい、わっしょい。